はい、ゆでくすです。このチャンネルはですね、多肉植物専門バラエティということで、多肉植物のね、紹介をしたり、またですね、お店に密着をしたりですね、また楽しい企画満載ですので、ぜひね、チャンネル登録をよろしければね、していただけると嬉しいです。はい、じゃあね、早速ね、今回何をしていくかと申しますと、前回、アロエ専門店を立ち上げましたということでね、皆様に、お知らせをしました。はい。でですね、その時ですね、専門店の、まだですね、名前を、まだね、皆様にお知らせをしていかなかったので、今回はね、そのまずは、その専門店の、名前を皆様にお知らせをするのが1点と、そのね、専門店を立ち上げてからですね、また今2週間ぐらい経ったんですが、今ね、現在、今どういう状況なのかっていうことと、これからのね、イベントについてもね、少しお話をさせていただけたらなと思っております。はい、今回もね、この、アロエ専門ということで、アロエのね、ちょっと特集ということで、いろいろとね、お話をしていきたいと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい。でね、早速ね、アロエ専門店ということで、いろいろとね、名前をどうしようかなっていうことで、いろいろとね、考えてたんですけど、やはりね、僕自身も、アロエっていうのは、一番最初、皆さんも同じだと思うんですけど、地味っていうね、イメージがすごく先行している植物だと思っています。なので、このね、地味というイメージを払拭させる、もう180度、ね、もう見た目の考え方、価値観を変えるために、ね、ある名前を思いつきました。これね、アメリカの若者がね、よく使う造語みたいなんですけど、リットというね、言葉があります。このリットっていうのは、かっこいいという意味があるんですけど、このね、かっこいいっていう意味を含めて、このね、アロエがもっとかっこいいものなんだっていうのを皆さんにね、もっとね、知っていただけるために、このね、アロエリットというね、専門店を立ち上げることにしました。なので、ぜひね、これからね、アロエを見た時には、リットって叫びたくなるような、このね、アロエを、ね、当店ではいろいろと紹介していきたいですし、このね、ユデクスプランツスタイルは、まず最初はですね、本当にいろんな植物の紹介とかですね、し始めたチャンネルなんですけど、これからですね、このアロエ専門店、アロエリットの、ね、いろいろと紹介とかね、させていただきながら、これからもね、このユデクスプランツスタイルのチャンネルをどんどんと盛り上げていきたいと思うので、ぜひね、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。次なんですが、このね、アロエリット立ち上げて、このね、まずはですね、僕が東海地方に在住をしているんですけど、まずは、イベント販売をメインに、ね、出店していきたいと思っています。なので、まずね、まずネット販売とか、今後ねしていきたいとは思ってるんですけど、まずはね、まだまだね、直接お客さんとコミュニケーションを取りたいっていうのがやっぱり一番なので、ぜひね、このね、イベントからね、まずはスタートをしていきたいと思っています。なので、なかなかね、今これご覧の皆さんで、東北の方とか関東の方っていうのはなかなかね、この東海地方来られることはね、なかなか難しいと思うんですけど、いずれね、僕も、関東とか大阪とかですね、いろんな全国各地いろんなね、イベントに出展できるように、ね、このアロエリット頑張っていきたいと思います。はい。で、このね、今現状何をしているかと申しますと、このね、まだね、ちょっとね、詳しくはお話しできないんですけど、実際ね、イベントが決まっております。で、その中でイベント出展するような、苗ですね、株とかを今ね、自分の中でしっかりと、厳選して、ね、しっかり今育成をしています。はい。まあ、養生しながら、育成しながらという形で、で、この時期が、5月の頭、ゴールデンウィークの頃だと思っています。はい。なので、まだね、まあ、1ヶ月ちょい先、だと思うので、まだまだね、時期はあるので、まだまだこれからね、イベント出展に向けて、いろいろなね、厳選したそういった株とかを、ね、自分の中でも、どんどんと自分の中で、集めて、ね、育てていきたいと思ってるんですが、ぜひね、皆様にお知らせ、皆様に、ね、ぜひ聞きたいのが、このね、アロエリットに、ね、おすすめの品種とかももしあったら、ぜひ、ね、教えていただきたいです。っていうのも、やっぱりね、アロエのイメージを払拭するために、このね、アロエリットを立ち上げたので、僕自身もいろいろとね、今、いろいろなアロエをね、日々、検索をしたりとか、いろいろとね、本を読んで調べたりとかしてるんですけど、まだまだ本当にアロエっていうのは品種が多くて、もうね、本当にまだ
僕でも知らないアロエはいっぱいあると思うので、もう交配種とかを話してしまうと本当にキリがないぐらいだと思うんですけど、まあ、でも本当にこのね、アロエリットの、このね、いろんなかっこいいアロエを皆様にね、提供できるために、ぜひね、これ、視聴者の皆様にも、ぜひね、おすすめのアロエとか、このリッドって叫びたくなるようなアロエを、ぜひね、コメントしていただけると嬉しいです。で、このね、アロエリッドなんですけど、やっぱりね、前回の動画でもお知らせしたんですけど、せっかくね、やっぱアロエを育てるなら、せっかくアロエを購入するなら、この株と出会ってよかったって思っていただきたいんですよね。なので、そこが一番なので、僕はね、やっぱりこのアロエリットは直接お客様とコミュニケーションしながら、そのね、お客様に合う、よかったな、買ってよかったなと思っていただけるようなね、株を皆様にね、ご提供したいと思っているので、ね、その気持ちをまずベースに第一に、このね、アロエリットを今からね、これからどん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 とイベント出展をしていきたいと思っています。はい。で、こっからはね、もう春、4月になると、もうね、気温もぐんと上がります。でね、少しずつ多肉植物も、ね、だんだん休眠期から成長期に、ね、なっていくと思うので、これからね、どんどんいろいろな多肉植物とか、このね、アロエも含めて、いろいろとね、自分の中でも、こう、まだね、小さい株の中でも、結構ね、もう2、3ヶ月、もうはた半年、秋とかになるとね、もうかなり全然違うね、姿になっていると思うので、またね、いろいろとね、僕もこの、皆様にその状況とか、今のアロエの状況っていうのを知っていただきたくて、インスタグラムを立ち上げました。前回もね、お知らせをしてたんですけど、実際ね、名前が決まってなかったので、ここでお知らせをします。なので、アロエリットで調べていただいてもね、検索出てくると思いますし、このね、概要欄の方にも、ね、インスタグラムのね、URL を貼っておくので、ぜひね、もしもよろしければそちらね、ご覧いただいて、フォローしていただけたらね、またこれからもね、いろいろな、このアロエリットの株をね、皆様にね、投稿していくので、今の状況とかをね、皆様にお知らせできたらなと思っています。で、実際ね、今ね、もう実際にもう立ち上がってる状態で、いくつかね、投稿してるので、実際その中でもうね、いくつか実際 DM をいただいてます。で、これ、このアロエ販売してますかっていうね、お声をいただくんですけど、実際ね、ちょっとね、まだインスタグラムでの販売っていうのは、ちょっとね、現状まだそちらには行っていないので、そちらだけね、まだご了承いただけたら嬉しいと思っています。ただですね、これもすごく反響が、もしもあれば、実際ね、こういった DM 販売とか、ネット販売もすぐにね、いけるように、どんどんとね、そちらの方も進めていきたいと思っています。はい。で、今回もね、こういった感じで、このね、アロエ専門店、アロエリットのね、紹介をさせていただきました。はい。で、これからもですね、この、ユリクスプランツスタイルでは、このアロエリットの、紹介と、またこのアロエにスポットを当てた、アロエの、育て方ですね。簡単に育てられるね、育て方とかも、ね、皆様にお知らせをしていきたいですし、これからもこの、リッドって叫びたくなるようなね、アロエもね、いくつか紹介をしていきたいと思ってます。で、このユデクスブランツスタイルはですね、僕だけじゃなくて、これからね、本当に、いろいろなね、今、この植物 YouTuber の方、多肉 YouTuber の方、いっぱいいらっしゃるので、そういった方ともね、いろいろと交流をしていきながら、このね、一緒に多肉業界を盛り上げていけたらなと、僕は思っています。はい。ですのでね、もしもね、一緒に、ね、この、多肉YouTube をね、一緒に盛り上げていきたい、とかね、多肉業界を盛り上げていきたいっていう方ね、いらっしゃるね、ぜひね、コメントしていただけたりとか、このインスタグラムに DM をしていただけたら嬉しいと思っています。はい。じゃあね、今回こういったね、ちょっと報告動画ということになりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。今後もね、もしもね、よろしければ、このチャンネル登録をして応援していただけると嬉しいです。はい。じゃあね、早速、この、アロエリット、まだまだ始まったばかりですし、多肉業界ではまだまだ無名の、ね、僕ユーレックスですので、これからね、いっぱいいろんな苦難もあり、壁もあり、ということもあると思うのですが、いろいろとね、この楽しく、多肉ライフをね、皆様と送っていただけるようにね、僕も頑張りますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、今回もこの動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、それではね、レッツ多肉ライフ。